連合軍はアレスと総比を激闘の末破った。仲間となった豊臣秀吉らは連合軍に貴重な情報をもたらす。オリンポスの主神ゼウスがついに降臨するという。この異界を作り上げた意図を知るため、そして何よりも人間と神の戦いを終結に導くため、連合軍はゼウスとの対話を目論む。連合軍はゼウスが降臨する場所に向かい、その時を待つ。異界の運命は神との対話の成否にかかっていた。ついにゼウスさんに会えるんですね。ちょっと緊張します。この世界で何をしようとしているのか素直に話してくれればいいな。正直難しいかもしれんの。じゃが敵を知っておけば今後の役に立つじゃろう。アレスとアテナも本気を出してくるだろう。皆心してかかるのだ。そんなの言われなくても分かってるっつうの。これは俺たちの未来を左右する大事な戦だ。神との喧嘩気合入れてかねえとな。さあ俺もガチだぜ。頼もしいの。それじゃ行くで。ゼウスの顔絶対に拝んでやるんじゃ。あいつら来とったか。やっぱり読みは赤いっちゅうこっちゃ。数から知らないアレスたちの先遣隊でしょう。俺のうちに霊の血が抑える。ゼウスさんはとっても偉い神様なんですよね。なんでここに来るんでしょう。それは今から本人に聞けばええ。アレスたちに邪魔される前にな。敵の頭に直に当てて決着つける。こういうとこマジしびれる。安心するのはいいが役目を大阪にするな。俺たちは味方が霊の血を抑え次第守備に向かう。いやーさすがだね。サンタがいるとほんと納得できる。降臨地点を抑えろだ。暴れるだけじゃダメなのかよ。そうみたいだね。ちゃんと周りを見て動けよ。あのね、大切な場所は誰にも奪わせない。兵士を撃ち取った。もう何も奪われたくなかった。よっしゃゼウスが降りてくる場所は抑えたな。さすが気合入ってんな。俺の血も熱くなってきたぜ。なぜ奴らがいる。守りに当たっていた人間どもはどうした。秀吉に先手を打たれたのだろう。神が人間に翻弄されるとはな。連中も来たか。なんちゅう数じゃ。奴らにとってゼウスの降臨はそれほど重要なことなのでしょう。全軍降臨の地を守れ。敵を一人でも入れれば敗北と心得よ。クズどもが。総比、これは貴様の失態だ。人間の過ちは人間の手で正せ。ならば彼の血を奪い返せ。あらてか上等だ。いざ参る。体張って守り抜いてやる。例の場所を取り戻すなんて言われても正直気が乗らないんだよな。それでも任は果たすべきである。命令違反は厳罰に処す。今は何とかならない。ですが
敵の増援が続けば押し切られましょうか。このままだったらいずれ全滅っちゅうことか。いずれなんとかで短期決戦に持ち込めんか。やつらはゼウス降臨前に型をつけたがっている。我らが攻勢に転じれば持っときましょう。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。さすが気合入ってんな。俺の血も熱くなってきたぜ。やはり俺の名将といえば秀吉様だ。天下無双の名にふさわしい。皆さんでお出ましと。お筋縄じゃいかないみたいだね。上等じゃねえか。ここからが本番だぜ。はい、してください。手合わせ願おうか。この右分足と厳正なる勝負。奴ならこの程度の功は当然だ。林万世、またの名を勘が冴える男ってか。何という強さ。ここは引く。何を手なずけている。父上を敵に出迎えさせる気か。そろそろ敵のしびれを切らす頃だな。今なら食いつきましょうか。私が餌となります。三成、そういう一度で出てきた。望み通り撃ってやろう。じれたのはどちらだろうな。我らも続くぞ。頼りにしとで。はい、やめてください。よっしゃ、魚が食いついたね。三成を援護しつつ敵の主攻たまげ。三成殿の策は実に見事。決戦に打ち込み勝利を引き寄せると。いや、そうですね。空気がピリピリしてきたような。あの一人何でしょうか。その死には剣だ。俺に任せろ。ようやくわしの力を受け入れられるだけの準備が整ったか。ルキのせいで余計な時間がかかったわ。しっかり待ちくたびれたぞ。ここが新たなるわしの世界というわけだな。それは違う。私たちは理由も聞かずあなたに従う気などない。あのここで何をしようとしているんですか。さて、知りたいなら力ずくで吐かせてみるか。おお、俺のゼウスか。色がキラキラしとるの。人間よ、全力で来てくれて構わんぞ。け、なんという威圧感だ。俺に任せ。これは私たちの手に負えるんでしょうか。うはぁ、こっちに来おれ。超支流一心を担として守り抜かん。
スガキが入ってんな。惜しいのだよ。俺の血も熱くなってきたぜ。飯取った英傑たちよ、楽しかったぞ。またいずれ会おう。人間のように振る舞っとるが、凄まじい威厳じゃ。ああ、なんともつかめんやつじゃ。ゼウスの力、あれほどとは。でも本気ではなかったみたいです。私たちの力を試していたような。フン、ふざけた神だ。わしらもアレスたちには十分対抗できとったし、もうちょい力をつけりゃきっとなんとかなる。あっちの戦力もそげたしの。ああ、始まる前から嫌な予感はしてたんだ。まさか負けて捕虜になるとは。敗者は勝者に従うのみ。煮るなり焼くなり好きにせよ。だったら一緒に来てもらおうか。ヒデオス様のおっしゃる通り、俺たちには戦力が必要だからな。まあこうなった以上仕方ないよな。分かった、これからよろしく頼むぜ。不分則、不法を厳に戒めん。予感的中お手の物。林万世とは俺のこと。よし、うまくいったな。なるほど、我らの元に残された腕輪はただ一つか。戦界の助力を受けた人間たち、そしてロキ、わしに逆らう者はまだまだ多いというわけだな。申し訳ございません、私たちの力が足りぬばかりに。そう気に病むな我が娘よ。この方が面白くて良いではないかなあ。だがアレスよ、人を騙すのならばもう少し知恵を絞らねばな。彼らはなかなかに頭が回るぞ。はい、父上。大変です。ロキが前線の城へ向かって進軍中とのこと。アレス軍も別の方向から攻め寄せています。双方を同時に相手にせねばならぬとは。戦場は地獄と化そう。前線が崩壊すれば今後の戦いが不利となりましょう。急ぎ防衛に向かわねば。何か用か、氏康。今早馬から報告があってよ、妖魔に襲われてる村があるらしいんだが、村の連中が奇妙な術を使って妖魔の猛攻を食い止めてるらしい。ちょっと調べに行ってくれねえか。よかろう。お化けさんよ、くれぐれも妙な気起こすんじゃねえぞ。